どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフックさんか。両手のワイヤー銃を使って遊べるゲームワールドです。まず、ワイヤー銃は自身の後頭部をユーズすることで取り出すことができます。取り出すことができたら、コンテナや街灯などに向かってトリガーを押すことでワイヤーを飛ばすことができます。ワイヤーが壁に刺されば、慣性に従って飛ぶことができます。もちろん両手でワイヤーを打ち込めば、その分だけスピードが増します。打ち込む箇所によってはかなりのスピードが出ます。その分激突しやすくなるでしょう。また、右コントローラーの下のパネル部分に触れることで、チャンネル選択が行えます。これを例えばワールド内にいる全員が1に設定することで離れていても声が届くようになります。便利。なお、選択は結構大変だったりします。またこのワールドは各地にあるポイントでタイムアタックができるようになっています。一番上のスタートをユーズすることで黄色いゲートが出るのでそれを潜って進んでいくこととなります。どちらの方向に進むかは矢印なども出るので迷わず進むことはできます。ゲートをくぐるゴールまで到達することができればそれまでのタイムが表示されます。これによってワールド内もしくはワールド外のプレイヤーとタイムを競うことができます。みんなでタイムを競って遊んでみましょう。コツは2段ジャンプや左右のワイヤーを駆使することです。各コースは様々で、狭い場所をぐるぐる回ったり、朽ち果てた巨大な恐竜の骨の中を通ったり、街の中を通り抜けていったりなど様々です。他にも各コースにあるリスポーン場所を設定しておけば即座にやり直しができたりもします。そんな感じでコースの中にはワールド全体を回っていくなどもあります。タイム短縮をするだけでなく、みんなでワイワイしながら各場所を巡っていく楽しみ方もあります。そんな感じでワイヤーを駆使して飛び回るワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。